やはり余裕がないんでしょうね。そうなりますかね。ストレート打ちに行って振ってみるとスライダーだったっていう感じでしょうね。ああ、そうですか。アリゾナダイヤモンドバックス所属のランディ・ジョンソンです。37歳ですね。ご覧のようにすごく背が高いでしょ。はい。その人の子供お子さんたちがですね、はい、みんな平均よりか大きいんです。特にボヤは147奪三振で2年連続の奪三振王に輝いています。ここにするといいですよね。その組み立ての仕方ですが、バッターボックスの宮本はファウル打ち返して1、2塁間ライトの前に持っていきました。ですからこういうヒットしかないでしょうね。大きいのってのはすごく難しいでしょうね。ああ、なるほど。かなり早くそのボールを判断するタイプのバッターは打ちづらいでしょうね。ですから手元にこう引っ張ってきてですね、小さくこう振るしかない。そして今日入っている田口、この2人にヒットを打たれています。だからこの西選手ですね、はい、この3人を並べてましたね。あ、そうですか、はい、話しています。カウント2ナッシングとランディ・ジョンソンが追い込んでいます。おっと、胸元のあたりに厳しいボールを投げ込んできました。こういうふうにあのインサイドのギリギリにまあストライクを取ったり投げておいてですね、はい、慣れる間もなくランディ・ジョンソンがマウンドを降りました。スイングアウトの三振です。今日6つ目の三振を奪いました。もういわゆるその一つの得意の形に持ってったわけですね。はい。ですからちょっと真ん中あたりに来るんでバッターが出すとこうグッと曲がり込んでくるんですね、はい、ですから絶対バットは出るんですよね。